イアン・ジャクソンは長期にわたり、フリーソフトウェアの作成、並びに、デビアンに携わる開発者である。彼は、デビアンのパッケージ管理システム、DPKG を作り上げた人物であり、その他、ソース、サーブ、そしてデビアンのバグ追跡システムの開発者である。彼は以前、Linux FAQ のメンテナンスをしていた。彼はまたプティや、その他のソフトウェアのホスティングで有名なサーバー。 chiark.grenent.org, UK の管理者である。ジャクソンは、ケンブリッジ大学にて、計算機科学の博士号を取得し、現在シトリックスシステムズに勤務している。彼は、過去には、カノニカルそして、ムンサイファーコーポレーションにて働いていた。彼は、1998年1月、デビアンプロジェクトリーダーに就任した。彼が、 リーダーの間にデビアン GNU Linux 2.0がリリースされた。彼は現在デビアン技術委員会の委員である。彼は1998年から1999年の間ソフトウェアインザパブリックインタレストの副会長、後に会長の職に就いていた。1999年デビアンプロジェクトリーダーはウィヘルトア・カーマンが引き継いだ。イアンは 後ほど DPKG のメンテナンスもウィヘルトに引き渡した。好戦的で過激な人格に思えるようならごめんなさいね。しかし、これが私のいつものやり方なのです。イアン・ジャクソン、ありがとうございます。